北村隆平は、ドガに所属する、日本人映画監督。大阪府生まれ、血液型大型。ハリウッドのエージェントは、イコームパートナーズ。かつて、東京都内に制作会社ナパームフィルムズを主催していたが、渡米後は、個人事務所のトリアスを基軸としている。現在は、ロサンゼルスに在住。大阪の高校中退後、17歳で、オーストラリアへ渡り、 スクール・オブ・ビジュアル・アーツ映画科に入学。卒業制作の短編映画、エグジット・イグジットマイナスが高い評価を受け、年間最優秀監督賞を受賞する。帰国後映画以外の職に就きながら1995年に映像集団ナパーム・フィルムズを結成、自主制作映画、ダウントゥ・ヘルが第1回インディーズムービーフェスティバルでグランプリを受賞し、渡辺敦郎主演で、 ヒートアフターダークを制作し、監督デビューする。その後インディーズムービーフェスティバルのスカラシップ作品として監督した、バーサス、バーサスマイナスで名を知られるようになる。その後、あずみ、ゴジラファイナルウォーズなどの作品を監督する。バーサス、バーサスマイナスで、ローマ国際ファンタスティック映画祭監督賞、コーで、ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭監督賞、で、 フィラデルフィア国際映画祭観客賞を受賞。クライブバーカー原作のミッドナイトミートトレインにてハリウッド進出。ありがとうございます。